こんにちは、カノです。今日はですね、コンサートのタオルですね、コンサートで売られているタオルをどのように作ったらいいかなっていうことをこの前質問を受けましたのでね、ご説明させていただきたいと思います。やっぱりクライアントさんから言われるのが納期ないのがやっぱ多いんですよね。で、我々もよく言われるのが大体ね、1週間10日ぐらいであげてほしいとか、まあまあものによっては2週間いただけるものもあるんですけども、やってほしいとかいうのはよくいただきます。そういったご相談をね、やっぱり物によってね、できたりできなかったりするんですよ。やっぱデザインによってできたりできなかったり、その作り過程によってできたりできなかったり、っていうことがあるんですよね。で、まあよく一番多いのがこの辺の、染料プリントっていうタオルなんですね。非常に柔らかくて高級、まあどうでしょうね、1500円から2000円ぐらいで売られてるんですかね、物販では。そういったタオルが多いんですけども、これでしたらね、大体2週間ぐらいですね。まあ、ものによっては10日間ぐらい。機械の空いてる段取りによっては1週間から10日ぐらいでできたりするんです。ところが、やっぱりこの頃、やっぱりやれる工場も少なくなってきてるっていうのがあるんで、その辺はやっぱりその納期と、ね、最終のいつコンサートで使うんですよっていう納期と、その品質、デザインですね。その辺を我々に投げていただくと。それによって、この工場がいいよ、こんなん、ね、この工場だったらこういったデメリットがあるとか。この工場だったらもうちょっと高くなるけども納期間に合いますよとか、いやいやいや、こんな作り方しましょうとか、いろんなね、ことを我々の方から提案差し上げますのでね、それについて、答えていただくだけでうまいこと出来上がるという形になります。なのでこの後に、この動画の後に出てますこのフリーダイヤルの方からぜひ一報いただくか、見積もりの依頼の方から、ホームページ上からですね、見積もり依頼していただくっていうのも一つの手ですので、またよろしくお願いいたします。